こんにちは。私はアッシュです。アメリカ人です。今、イリノイの大学の情報工学の学生です。よろしくお願いします。私は21歳です。誕生日は6月3日です。3ヶ月前から日本語を始めました。 ひらがなとカタカナができます。でも、漢字はあまりできません。毎日3時間ぐらい日本語を勉強します。日本語はちょっと難しいですが、楽しいです。いつか日本に行きたいですから、これからも毎日頑張ります。 私は月曜日にオンラインで授業があります。月曜日はクラスが9時から3時まであります。簡単なクラスですが宿題がたくさんあります。火曜日はクラスがありませんがアルバイトがあります。私はデリバリードライバーです。火曜日は 朝から晩まで車でご飯を届けます。大変な仕事です。でも面白いです。水曜日はうちで宿題をします。そして友達とオンラインゲームもします。私はゲームが好きですが、下手です。 木曜日はクラスがあります。でも木曜日のクラスは朝だけです。金曜日は母の家に行きます。そして一緒に晩ご飯を食べます。母は料理がとても上手です。私は料理ができません。 土曜日は父と祖父母の家に行きます。車で30分ぐらいです。私が運転します。それから一緒に昼ご飯を食べます。そして私は一人で家に帰ります。私は土曜日に洗濯や掃除をします。小さいアパートですから。 掃除は簡単です。洗濯も難しくありません。日曜日は近くの公園に行きます。公園で少し運動します。それからスーパーに買い物に行きます。こんにちは。私はアッシュです。アメリカ人です。今、 イリノイの大学の情報工学の学生です。よろしくお願いします。私は21歳です。誕生日は6月3日です。3ヶ月前から日本語を始めました。ひらがなとカタカナができます。でも、 漢字はあまりできません。毎日3時間ぐらい日本語を勉強します。日本語はちょっと難しいですが楽しいです。いつか日本に行きたいですからこれからも毎日頑張ります。私は月曜日にオンラインで授業があります。 月曜日はクラスが9時から3時まであります。簡単なクラスですが宿題がたくさんあります。火曜日はクラスがありませんがアルバイトがあります。私はデリバリードライバーです。火曜日は朝から晩まで車でご飯を届けます。大変な仕事です。でも、 面白いです。水曜日はうちで宿題をします。そして友達とオンラインゲームもします。私はゲームが好きですが、下手です。木曜日はクラスがあります。でも木曜日のクラスは朝だけです。 金曜日は母の家に行きます。そして一緒に晩ご飯を食べます。母は料理がとても上手です。私は料理ができません。土曜日は父と祖父母の家に行きます。車で30分ぐらいです。私が運転します。それから、 一緒に昼ご飯を食べます。そして私は一人で家に帰ります。私は土曜日に洗濯や掃除をします。小さいアパートですから掃除は簡単です。洗濯も難しくありません。日曜日は近くの公園に行きます。 公園で少し運動します。それからスーパーに買い物に行きます。